外国人が羨ましがる、日本の食べ物を知ってますか？日本は、様々な食べ物を生み出して、外国人を魅了してきた。その中には、日本でしか食べられず、羨ましがられる食べ物があるって知ってたか？いやいや、確かに日本以外だとまだ広まってない場所はあるとはいえ、人気が高い食べ物は大抵海外でも食べられるもの多くない？霊夢の言う通り、寿司やラーメンなど人気の料理は国外に広まってはいる。それでも、まだ日本でしか食べられない食べ物は多いんだ。というわけで、今回は外国人が羨ましがる日本の食べ物を6つ紹介するぜ。意外な食べ物が選ばれてるので、ぜひ最後まで見ていってね。それと、それぞれの食べ物の海外の反応も紹介するから、そちらも楽しんで。というわけで、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ポテトチップスだ。え？ポテトチップス系って確か海外が本場なんじゃないの？指摘の通り、発祥も展開も海外が本場だ。なんならフレーバーだってあっちの方が圧倒的に多い。しかし、それにもかかわらず日本生まれのポテトチップスの人気はかなり高いんだぜ。本場の人もうならせたポテトチップス。興味あるわね。ポテトチップス系で人気なのは、やはりカルビーのポテトチップスだな。そこは絶対外せないよね。その中でも特人気なのは、うっ塩、海苔塩、コンソメ味。この辺は日本でも不動の人気ってレベルで人気のフレーバーだな。その3つは王道って言っても良いぐらいの人気商品だね。やっぱり海外でも人気は高かったんだ。では、それぞれの味に関して海外の反応を紹介するぜ。日本は種類が多くて楽しいけど、やっぱりうっ塩は美味しいよね。海苔塩は香港でも販売されていて、もちろん僕は大好き。コンソメ味はなぜかずっと食べられちゃうね。しかもアメリカではあまり見かけないフレーバーだし。帰国するときはスーツケースにいっぱい入れて帰りたいよ。ぜひ日本のポテトチップスをいっぱい持ち帰って楽しんでほしいね。ところで、ポテトチップス以外にも人気の商品ってどんなのがあるの？代表的なもので言うと、ピザポテトだな。またカルビーか。ピザポテトは、一時期原料不足が原因で販売中止になった際に転売問題が起こったことで有名だな。固めのチップスに濃いめのピザ風味の味が人気の理由らしいぜ。ツイッターのあるツイートによると、アメリカ人のパーティーにピザポテトを持って行ったところ、全員がうまいうまいと叫びながら一瞬で食い尽くしたそうだ。めちゃくちゃ人気じゃない。そんなピザポテトに対する海外のコメントはこれだ。日本に住んだ経験はない。だけどピザポテトは俺史上最高のうまさだった。三つ輪で売られてたんだよね。あれよりうまいポテトチップスには未だ出会ってない。これは俺が今まで食べたポテチの中で一番うまかった。ピザポテトは、外来文化を上手に改良する日本のシンボルだと思う。めちゃくちゃ絶賛されてるわね。他にも、カラムーチョやカッパエビセン、じゃがりこなど、日本でも有名な人気商品は軒並み人気を獲得してる様子だったぜ。やっぱりこの辺のうまさは世界共通なんだね。中には、もっとでかいサイズで販売してほしいという声もあったぜ。まあ、確かに日本の平均サイズのパッケージじゃ物足りないだろうな。海外のパッケージはでかいって話は聞いてるけど、そんなにでかいの？海外には、1キロ近く入ったポテトチップスなんてものもあるからな。それに比べたら日本のサイズはキッズサイズと言わざるを得ないぜ。もはや業務用じゃねえか。日本にもカルビーのポテトチップスでスーパービッグサイズがあるが、これでも 500g だからな。あれの2倍と考えたら正直想像もつかないぜ。ちなみに国内で買おうと思ったら、コストコなど海外商品を取り扱う店に行くか通販を使うしかないぜ。1キロのポテトチップス。正直すごく興味が湧くわね。2つ目は、歌舞伎揚げだ。名前からして日本にしかない食べ物ね。歌舞伎揚げは、天野屋の看板商品の揚げせんべいで、1960年に発売開始してるぜ。古くから親しまれてきた、せんべいと芝居の、歌舞伎の両方の伝統文化を伝えようと、包装袋に歌舞伎の舞台で使用されている定式幕の模様を取り入れたとのことだ。形は四角と丸の2種類が存在あり、すべてに歌舞伎の家紋が書かれているのも特徴だぞ。家紋が書かれてたんだ。今の歌舞伎揚げはソフトに仕上げるようになったから見えにくくなってるが、昔の固め仕上げの時ははっきり見えていたそうだ。なお、味は甘じょっぱく、食感もザクザクしていて、ソフト仕上げといってもなかなかの歯ごたえだぜ。ちょっと固めなポタポタ焼きって感じだから、好きな人なら間違いなくハマれる味だよね。さて、そんな歌舞伎揚げにハマった海外のコメントを紹介していくぞ。歌舞伎揚げは、クリスピーで、甘く、何枚でも食べられる。パッケージデザインもオシャレなので、日本のお土産としても喜ばれる。たまたま見つけて購入したけどめちゃめちゃ美味しい。これぞ日本の伝統菓子、出会えて嬉しいです。僕自身、歌舞伎揚げにハマって、ママにもプレゼントで購入したんだ。ママもすごい気に入っちゃって、友達に配る。で追加で3袋も買ってたよ。やっぱりすっごい絶賛されてるね。ちなみに、
歌舞伎揚げの他にも揚げ一番や盆地揚げという食べ物もあり、視聴者の中にはこっちの方が親しみがあるって人もいるんじゃないか？どれも有名な揚げせんべいだけど、パッと見でわかる違いってあるのかな？まず、歌舞伎揚げには家紋が書かれているが、他の二つには書かれていないのが最大の違いだな。サイズも違って、歌舞伎揚げが一番でかくて、揚げ一番と盆地揚げは一回り小さいことが多いな。味は、どれも砂糖と醤油ベースなのは変わりないが、揚げ一番には蜂蜜が、盆地揚げにはカツオと昆布だしが加えられてるぜ。ベースは一緒だけど、それぞれに新しい風味が加わってるって感じなんだね。そのおかげで、それぞれに味と食感に違いが出てるから、全部買って食べ比べしてみるのも、面白いぜ。あと、どの商品にも砂糖醤油ベースの他に色々な味のものが売ってるから、興味が湧いたらそっちの方も食べてみるといいぜ。おすすめの味があったら、ぜひコメント欄でも教えてね。三つ目に紹介するのは、お菓子のゼリーだ。ゼリーと言ったらお菓子のことでしょ？わざわざ、お菓子のってつける意味あるの？ゼリーは、食べ物に含まれてるゼラチンを固めて作られた料理全般のことも指すぜ。例えば煮こごりなんかもゼリーの一種と言えるんだ。なるほどね。確かに、言われてみれば煮こごりなんかも食感はゼリーに近かったわ。お菓子のゼリーは、果汁、ゼラチン、砂糖の組み合わせで作る簡素な生菓子のことだ。お菓子のゼリーが登場したのは、18世紀末から19世紀初頭のフランス。当時活躍していた料理人であり、シェフの帝王の異名を持つアントン、カレームが考案したんだ。シェフの帝王とは、随分といかつい異名ね。当時のフランス料理界に多大な影響を与えたり、コック帽が生まれるきっかけを作ったりと、面白いエピソードがかなりある人物だ。気になったら調べてみるといいぜ。さて、そんな名シェフが生み出したお菓子のゼリーだが、時を超えた現代の日本で生まれたあるゼリーが、外国人の胃袋を魅了したんだ。それが、コーヒーゼリーだぜ。え？コーヒーゼリーって日本で生まれた食べ物なの？コーヒーゼリーが日本で確認されたのは、大正時代。読売新聞に、簡単に作れるデザートとしてレシピが掲載されたのが初とされている。しかし、この頃はレシピがあるってだけで、実際に作った人はいるんだろうが世間一般に広まるって動きはなかったみたいだ。本格的に世に広まったのは、1963年。軽井沢で夏に飲み営業していた、ミカドコーヒーという喫茶店で初めて販売されたのがきっかけだぜ。暑い時期に冷たく美味しい、食べるコーヒーとして大ヒット。その後、遅くても1970年頃には全国のスーパーで売られるほど普及したんだ。昔からレシピはあったとはいえ、たった7年で全国クラスの人気商品になるって、相当すごいことよね。さて、そんなコーヒーゼリーに対する海外の反応はこちらだ。こんな食べ物初めて見た。見た目は美味しそう。食べた感想を言わせてもらえば今まで食べたもので一番美味しい食べ物だよ。戦争ゼリーみたい。いや確かにほぼ同じだけど、言われてみれば、この二つを一緒に出されたら間違いなく見分けはつかないよな。よしひらめいた。何をひらめいたか知らないけど、やめときなさい。それにしても、味とかよりも珍しさの方が勝ってるね。やっぱり海外じゃ珍しいのかな？正直ドマイナーだ。一応日本料理の系列店や、アメリカの一部で郷土料理のような扱いで売ってる店はあるらしいが、そこまで人気の料理ってわけじゃないらしいからな。そんな扱いなんだね。コーヒーの本場は海外だから、てっきり似たようなものぐらいはあるんじゃないかと思ったんだけど、なんせアイスコーヒーですらここ最近やっと広まり始めたぐらいだ。冷やして固形物にするなんて発想自体なかったんじゃないか？海外だとコーヒーは温かい飲み物って認識だって話だもんね。日本人的に例えるなら、味噌汁の冷たいゼリーを作るようなものって感じかな？確かに味噌汁も温かく飲むものって認識だから、そうかもしれないな。ちなみに、冷たくはないが味噌汁のゼリーなら介護食の一つとしてすでに作れてるぞ。あったんだ。日本人の料理に対する知恵と工夫には、同じ日本人なのにいつも驚かされるばかりだな。四つ目は、ジュースだ。いやいや、ジュースぐらいどこの国にだってあるでしょ。さすがにそれは誇張しすぎじゃない？霊夢の言う通り、ジュース自体は世界各地に存在している。しかし、それでも日本のジュースの人気はかなり高いんだ。例を挙げると、ポカリスエットやアクエリアスといったスポーツ飲料だ。スポーツ飲料が人気って、なんだか珍しいわね。人気の秘密は、味もあるんだろうが、それ以上に飛行機での長旅による渇きをすぐに潤せるのが重宝されてるぜ。アジア圏でもない限り、どの国からも日本へはそれなりの時間がかかるもんね。しかも飛行機って空調のせいか喉も渇きやすい環境だし、なおさらだね。加えて、長時間席に座ってることによりエコノミークラス症候群になってしまう危険もある。その予防には水分補給が重要なんだが、それに対しても活用されてるんだ。だが、ポカリスエットの場合はそうしたことのために飲まれるというよりは、そのネーミングが外国人の興味を集めているんだけどな。
ポカリスエットの、スエットは、英語で、汗を意味する。つまり、外国人の立場からすると汗と名前がついた飲み物が普通に売られてるって状況になるんだ。それは確かにインパクト強いわ。ただ、日本人なら知っての通り汗なんて使ってない飲み物なんで、普通に飲んでも平気だ。なので、危機感を抱いている外国人に対する反応がこちらだ。これはゲータレードみたいなスポーツ飲料だよ。日本ではとても人気があるんだ。何も変じゃないけどな。二日酔いを治すのにポカリは最高だ。これはうまいよ。でもちょっと変な後味だね。確かに、ポカリって後味が独特だよね。あれが苦手って人はそこそこ見かけるわ。ちょっと電解質というか、不思議な後味があるのは間違いない。とはいえ味自体は癖もなく飲みやすいんだけどな。他には、クーなどの果汁ジュースだ。クーって、あの水滴みたいな頭をしたキャラが目印のジュースね。ひでえ覚え方だなおい、間違ってねえけど。クーは、ジュースだとオレンジとリンゴのみしかない。ゼリー飲料にしたらもうちょい増えるが、今回はジュースのみに絞らせてもらう。そっちの方がわかりやすいもんね。では、そんな人気商品が海外ではどういう扱いを受けているのか、海外の反応コメントから見てみよう。このブランドはすごく美味しいよね。アジア系スーパーにも売ってるよ。自販機の飲み物はどれもキンキンに冷えててリフレッシュできるね。クー大好きだ。子供の頃シンガポールに住んでてよく飲んでた。懐かしい。おおむね好評みたいだね。まあ、あの味を嫌う人の方が少ないか。私もたまに飲むが、後味もすっきりしていて飲みやすいもんな。その他は、番外編として、ジュースじゃないが一つ意外な飲料が人気だ。それが、ストロングゼロだ。マジで？大マジだ。海外からのコメントがそれを証明してるぜ。ストロングゼロの度数 9% は脳に響く。数本飲めば泥酔するし日本で一番好きな酒だ。これは外人キラーだ。数本でぶっ倒れるぜ。自分はこういう大きな缶2本と小さな缶3本を一気に飲んだ。次の日、二日酔いが覚めることを神に祈ってた？やっぱり、あっちでも少ない缶数で酔いつぶれられるのを利点と考えてるんだね。酒なんて、酔って楽しむための飲料だ。手軽に酔えるならそれに越したことはないだろ。うん。まさかストロングゼロに対する意見が日本とそう変わらないとは思わなかったわ。5つ目は、フルーツサンドだ。フルーツサンドは、名前の通りカットされたフルーツを生クリームとパンで挟んだ、日本発祥のサンドイッチの一つだ。フルーツサンドも日本生まれだったんだ。フルーツサンドには発祥の地とされる場所が2つある。一つが京都、もう一つが東京だ。京都の方は、かつて祇園にあったとされる果物店が最初という説だ。ただ、正確な記録がないのでいつ頃から提供していたかはわからないぜ。東京の方は、明治創業の新宿高野が、1926年にフルーツパーラーを開店しており、開店時からフルーツサンドはメニューにあったという記録がある。このように発祥については意見が分かれているものの、どちらにも言えることは大正から昭和初期までにはすでに販売されていたってことだな。意外と昔からある食べ物なんだね。そのためか、老舗フルーツパーラーではフルーツサンドは定番料理の一つとして提供されているんだぜ。そんな古くから親しまれていたフルーツサンドだが、たびたびブームを巻き起こすことでも有名なんだ。その中でも有名なのは、SNS で起こった、萌え断ブームだ。萌え断？惜しいし懐かしいなおい。萌え断とは、食べ物をカットした断面の美しさに燃えることだ。その美しさが一種の映えになるってことで流行したんだ。つまり、たまに見かけるインスタ映えする料理の一種ってことなんだね。確かに、フルーツサンドは色とりどりの果物を使ってる分映えやすそうではあるよね。見せ方もそれぞれあり、フルーツを花を模した配置にするものもあれば、果実をざっくり大きめに切ってそれを豪快にサンドするというものまで様々だ。あら、お花みたいなフルーツサンドとか可愛いじゃない。こりゃ流行ったわけだわ。このブームを語る上で外せないのが、ブームの火付け役となったとも言われている、愛知県岡崎市にあるローカルスーパー、大和スーパーだ。ここのフルーツサンドは八百屋ならではのフルーツサンドを作ろうということで、鮮度の良いフルーツを大胆に使ってるのが特徴だ。そのため、見た目もすごいぜ。何これでっか。この見た目のインパクトと、SNS を活用するなど様々な手段を使った結果、萌え断ブームも相まって大ヒット。一時期は入手困難な商品となったんだ。確かにこれは映えとか関係なくゲットしてみたくなるわ。さて、そんな文字通り多彩なフルーツサンドに対する海外の反応はこちらだ。まずそうだと不安に思う人が結構いるね。信じられないかもしれないけど、実際はびっくりするほどうまいんだ。セブンイレブンで4ドルくらいでフルーツサンドが買えるよ。味は天国級のうまさ。あれはサンドイッチではなくてケーキなのでは。確かにサンドイッチにしてはデザート食強いけどさ。フルーツサンドに関しては、
海外では革新的すぎた食べ物だったためか、賛否が分かれている。一方で、日本とアメリカではパンの質が違うらしく、それを知らずにイメージで反対している人も少なくないんだ。なら、もし日本のフルーツサンドを食べる機会があったら、反対派の人たちもファンになってくれる可能性はあるってことだね。食わず嫌いしていたけど、実際食べたらうまくて好きになったって例はあるからな。十分考えられるぜ。6つ目に紹介するのは、アイスだ。おっと。霊夢が言いたいことはわかるぜ。アイスは他の国にもあるでしょ？だろ？数少ない私のセリフを取らないでくれないかな。取ってないぜ。ただ無断で借りただけだ。さて、霊夢が言おうとしてた通りアイスは多種多彩あるが、その中でも日本のアイスは特に人気だぜ。その一つが、スイカバーだ。スイカバー。アイスの中でも夏にぴったりなやつね。1986年にロッテから発売されて以来、日本人に愛され続けてきただけに、外国人からの評価もかなり高いぜ。抜粋してきたコメントはこちらだ。見た目のデザインが画期的だ。スイカのアイスキャンディーは天国に行けるレベル。日本を離れる時が来たら色々と恋しくなってしまいそうだ。種まで再現されているデザイン性に、日本を感じてしまう。チョコで種まで再現してる点は確かにこだわりを感じてしまうよね。そこにもこだわりを感じるが、それ以上にアイス本体もかなりこだわってるぞ。というのも、スイカの実は風味にあまり特徴がないため、味の表現にかなり苦労したようなんだ。確かに、スイカって確かに美味しいんだけど、他の果物と違ってはっきりとした味は言ってないよね。しかも、その味を追求しようと思ったら、青臭さが残ってしまうという厄介さだったらしい。青臭さが残るアイスはちょっと手に取りたくないな。とはいえ、試行錯誤の末に今の甘いスイカバーにたどり着いたんだから、本当に大したもんだよな。おかげで今日も美味しいスイカバーを食べられるわけだしね。他には、ロッテの、モナ王をはじめとしたモナカアイスも人気が高いぜ。森永のモナカジャンボ系も50年以上も続くロングセラー商品だもんね。日本ではかなりポピュラーなアイスなんだが、その形状が外国人には結構珍しいようなんだ。コメントでもそれがよくわかるぜ。ああ、神よ。なんて美しいの。天才すぎる。売ってくれ。これが売ってなくてよかったよ。売ってたら巨大化して重力場を生み出すところだった。いや、サイノチノはどういう感想なの？きっと全部独り占めしたいって意味なんじゃないかと思うぜ。気持ちはわからんでもないけどな。モナカアイス美味しいもんね。食べてる途中に溶けかけたアイスがモナカの間からむにゃって出てくるのはちょっと困りものだけどね。モナカアイスあるあるだよな。あれを編み出させずに食い切れるコツってのはあるもんなのかね？もし攻略法を知ってる人はぜひコメント欄に。視聴者に丸投げするんじゃねえ。とまあ、これらの他にも、ピノや雪見大福も外国人が好むアイスとして名前が挙がってるぜ。どれもこれも、日本でも全国的に人気が高いアイスばかりだね。面白いことに、アイスに関しては頭一つ抜きんでて人気の商品はないんだよな。多少の差はあれど大体平均的に人気は高いぞ。マジでか。どうしてそんな現象が起こったんだろうね。名前が挙がったどのアイスにも言えることだが、食べ方や食感に差は出るけど、アイスの味はどれも癖がなくて万人受けするから、純粋に種類の好みで分かれたって感じだな。アイスの種類の数だけ、人の思考があるもんだからね。もしよければ、今回名前が挙がらなかったアイスの中で、これぞ、というものがあれば教えてほしいぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。